どうも、大島康之です。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。オッペンハイマー公開されてから3週間経ちまして、日本での評価もですね、まあある程度手揃ったのかなというところでございます。で、これからですね、日本での評価が大きく変わるっていうことはないのかなと思いまして、公開もですね、もちろんヒットはしていますけれども、徐々に縮小されていくと思いますので、この辺で公開タイミングでいろんなね、感想とか評価とかを踏まえて、結局私はどう思ってるのかということをですね、1本の動画にとりあえず、2024年の4月の半ば の時えー、で、私はですね、昨年の、えー、オーストラリアに、えー、11月ぐらいにですね、えー、IMAX メルボルンという巨大な、えー、フィルム上映の IMAX のところで見に行きましたという話をですね、すでにこのチャンネルでは何度も出していますし、えー、その頃からですね、日本で公開されたらこういう反応になるんじゃないかみたいな、えー、話もしていまして、まあ、公開されるタイミングとかもまあ、まあ、予想通りって言ったらあれなんですけど、まあ、されるとは思っていましたっていう感じで、まあ、そういった、え、経緯とかはですね、過去の動画、大島康沖スペースオッペンハイマーとかで検索してもらえれば、 その事前情報みたいなね、事前のタイミングでの私の評価みたいなものっていうのは遡れると思うんですけれども、その後もですね、結構喋るチャンスをいろんなところでいただきまして、現時点で手に入るものとしてはですね、文芸別冊というですね、オッペンハイマーについて、オッペンハイマーじゃない,いや、クリストファー・ノーランについて書かれたムックみたいな本がありまして、それがテネットの時に刊行されたものなんですけれども、それがですね、オッペンハイマーを込みで増語版になっていまして、そこのオッペンハイマーについてのコをですね、私が担当者の一人として書かせていただいたっていう と,ところで、日本公開より前の時点、日本でみんなの感想が出る前の時点のものっていうのはそこにしっかり書いてありますので、それ読んでいただけるといいかなとも思いますし、あとですね、まあ、明日か明後日ですね、この動画出すタイミングがいつになるかわかんないですけれども、4月の19日に新宿バルトナインというですね、私たちを育ててくれた最高の映画館、深夜もやっている最高の映画館ですけれども、においてなんとですね、作家の平野圭一郎さんと二人でオッペンハイマーの夜の上映の後にトークショーをさせていただくという運びになっております。 詳細は概要欄とかこの辺とかに多分書いておきますので、えー、見てほしいんですけれどもそういった、えー、まとまったところで書かせてもらう喋らせてもらうっていう機会は、えー、まあ結構あるんですけれども、まあ、論点がね非常にたくさん多くてここの部分に関してはこうだここの部分に関してはこうだというですね、えー、分解して喋っていると結局どうなのみたいな、えー、この映画についてすごく興味ある人とか、えー、すごく前のめりに、えー、結局どうなのっていう風なドキドキ感があって、えー、とか自分の持論があって聞いてくれる人には届くけど結局何なの結局面白いの面白くないのみたいな、えー ええこと、結局何が言いたいのみたいなことを、まあ、求める人のところには届かない映画になっちゃっているというような気もするんですよ。我々が細かく喋りすぎてね。えー、なので、本当にざっくりした、ざっくりしたメッセージとかテーマみたいなものがあるとすればどうなのか、それに対する評価はどうなのかという話を、まあ、まず最初にしたいと思います。で、まあ、あとは時間次第なんですけれども、象徴ですね。えー、どういったアイテムがどういった象徴を示しているかとかですね。まあ、あと歴史改編みたいなところとか、えー、視点のルール違反みたいなことに関しては僕は、えー、結構この作品に関しては言いたいことが 結構あるので、そういった話、メッセージの話、象徴とかアイテムの話、歴史改変の話、視点の改変の話という、まあ、主に4つぐらいのテーマで喋っていこうと思いますけれども、えー、よかったら概要欄の固定コメントとかにですね、目次みたいなものを作っておく可能性もありますので、興味あるところから聞いていただいても結構かなと思います。で、まずメッセージ、テーマっていうことに関して言うと、 まあ非常にわかりやすく言うと、まあ罪と罰の話だなと思います。で、本当にわかりやすく言うと、どんなに食いても食材しても足りない罪っていうものはある。 ということかな、というのが、まあ、メッセージがあるとするならばですよ。映画に必ずしもメッセージがなければいけないとは僕は全く思わないですし、今回の作品というのは、まあ、一応史実を元にしている人物の電気映画なので、メッセージがあるとは限らないですよね。えー、具体的に一人の人物を具体的に描くっていうことが、人の人生があったよというメッセージだけであって、そのメッセージを通して何々は何々であるということを伝えたいとは限らないので、メッセージっていうのが必ずあるとは限らないんですけれども、まあ、少なくともこの後に話すですね、歴史改編みたいな、 え、ことについて言うと、まあ、メッセージらしきもの、これをこう描きたいということの趣旨はきっとあると思いますので、それがメッセージとかテーマになっているという風に、このオッペンハイマーという映画に関しては言えると思うんですよね。で、まあ、原爆の開発を主導してしまった、え、まあ、原爆の父っていうのもね、ちょっと違うんじゃないかっていう話も後に触れれたら触れたいんですけれども、原爆の開発を主導してしまった、え、人、オッペンハイマーという人物の食材ですよね。え、この映画は確実に食材、え、後悔をしています。 なんだけど、まあ、環構造になる。映画の最初と最後が映像的に一致するという形で、最後からまた冒頭に戻るというね、え、YouTube とか TikTok とかの動画をですね、一個再生していると、また、勝手に元の元、え、最初のところに戻るという、仕掛けに今、インターフェースになっていますけれども、そんな感じになっていますよね。ということで、いやいや、反省してもしたりないよ、してもしたりないよというですね、英語会議、ずっとぐるぐるとですね、円環構造のようにですね、え、3時間、3時間、3時間っていうですね、3時間1セットでインターバル0っていう形の、反省をですね、オッペンハイマーに 無限にさせるっていうシステムになっていたりとかであるとか。あとは、オッペンハイマーっていう人物って、このままほっとけばですね、どんどん風化していく人物だったと思うんですよ。別に、歴史上の人物として、20世紀において、本当に超重要なベスト5みたいな人物として、長上がるかっていうのは、ちょっとまあ、怪しいぐらいのランクの人ですし、オッペンハイマーじゃなかったとしても、誰かがやったんじゃないのっていうのが原爆開発ではある。とは思うんですけれども、ここであえて、クリストファー・ノーランというですね、強い映画作家がですね、オッペンハイマーというですね、その通りのタイトル。 僕は常々言ってるんですけれども、映画の構造としては、オッペンハイマー VS スストローズにしないとおかしいぐらいストローズが出てきているんですけれども、あくまでオッペンハイマーの食材にこだわるという映画なので、オッペンハイマーというタイトルでアカデミー賞作品賞を取った。これによって、オッペンハイマーという人物が原爆の開発を主導したということは、歴史上においてですね、太字になってしまったということですね。ラインマーカーが引かれたということで、いやいや、罪人として名前残してますよね、あなたは。逃がさないよ。 っていう意味で言うと、オッペンハイマーに対して非常に厳しい企画ではあるわけですね、そもそもね。えー、で、かといってですね、まあ、風化させないという試みではあるとは言っても、かといって、極悪人のように、そして無反省なやばいやつとして描くこともまあね、えー、ノーランの今回の手つきで言うと、できたわけなんですけど、それもやってないと。 ある種の共感、シンパシー。オッペンハイマーのこの部分はわかるよ。ここしょうがないよね、みたいなことも寄り添ってる部分はまあ多々あるわけですよ。で、これも後も説明しますけれども、オッペンハイマー視点に寄り添いすぎた、寄り添いすぎたがゆえに、ノーランが自分のルールを破ってしまっているというですね、珍しいミスを犯している場面もあるわけですね。っていうことを、できるところはシンパシーで寄り添う。で、できるところは、できるだけ断罪するというですね、両方の作業をすることによって、将来にわたって、いやでもあの時のノーランのオッペンハイマー映画は、 あれは悪く描きすぎでしたねっていう感じで評価が覆えるみたいなことがまあありえちゃうわけですね。極端に描くと。でも、良くも描いてるし悪くも描いてるみたいな。まあ、よくは描いてないけれども、まあ、こういう魅力はあったけれども、こういうダメなところもあった。え、この部分では反省してるけれども、この部分では迂闊だった。みたいな、え、必ずですね、まあ、対立する二つの要素みたいなものを、え、アンビバレントに入れ込むっていうことをめっちゃ複雑にやってるわけですね。なので、映画としてはすごく気持ちいいという構造には全く、え、なっていないんですけれども、将来にわたって、あれは悪く描きすぎ だった本当はこうなんだみたいな、最上下の波みたいなものも作らせないぐらいの防波堤としてですね、防御として、本当にですね、盤石の、え、オッペンハイマーの映画としての決定版みたいな感じの情報の出し方になっているっていうことも、非常に周到だなというふうに思います。つまり、え、オッペンハイマーは罪を犯しました。 えー、そして、えー、それは、オッペンハイマー本人のせいだけではなくて、時代のせいとかもあります。えー、しかし、オッペンハイマーは罪を犯しました。その罪はいくら、ええあがなうことができ、いくら反省してもあがなうことはできません。というのがテーマだと思うんですよね。これは、本人のせいとかじゃない部分もあるんだけれども、本人のせいである部分に関しても、いくら反省してもしたりないと思います。っていうのが、一つのテーマだと思う。そのために映画を作ったんだということは、僕はこれは確実に言えるんじゃないと思うんですよね。言えるんじゃないかと思うんですよね。 で、広い意味で言うと、反戦映画です、反核映画ですっていうことを僕は、えー、11月に見た時から繰り返し言ってきました。で、しかしですね、これは広い意味で言うとそうだというだけであって、これは戦争とか核とかに関しての解像度がすごく高く描かれているか、その原爆開発についての描写の決定版であるかというと、まあ、そうでもない。オッペンハイマーの内面について、キャラクターについては、ある種の決定版であると言えるんだけれども、 じゃあ戦争とかその核の意思決定においての描写っていうのがこれが決定版と言えるぐらい客観性のあるもので事実に即しているかっていうとそうでない部分も結構あるわけですね。で、あくまでピントが合っているのは人間の罪業と食材、罪と罰に関してだけであってそれが箱に入れ込むと戦争映画の中の一箇所のおかずではあるよねみたいな戦争映画弁当の一個のおかずではあるよねみたいな位置づけにはなっているんですけれどもいやいくら反省してもダメなものはダメだけどねっていう 虚脱感というか、虚無感なもの、みたいなものが、結構ベースにあるので、これはともすると、いや、もっと反省しなきゃダメだよっていう人からすると、え、これ反省しなくていいって開き直ってんじゃないのみたいな。自分を悲劇のヒーローみたいに見せて、自己連敏してるみたいな。共感した上で自己連敏してるみたいな。これ反省足りないんじゃねみたいな。反省したことにしてんじゃねみたいな。え、みたいな反論とか批判を生むっていうことも、これも結構ね、わかるなと思うんですよね。っていうのはなんでかっていうと、いくら反省してもダメだよ。 っていうぐらい厳しいからっていうことだと僕は思うんですよね。だから、反省しなくていいとは言っていないですし、妻のですね、キティという人物に、あなたは反省してるポーズを取ってるだけでしょみたいなことを厳しく言われる、えー、ところもあったりするんですけれども、そういったことをね、ちょっと事前に、えー、こっちもそれは分かってますよみたいな感じで言ってるところがちょっとあざといっていうところもまあ、あるんですけれども、トータルで言うと、えー、罪と罰についての話であり、それが、えー、反省半角映画というカテゴリーにすっぽり収まる形になっているとは僕はこれは言えると思うんですよね。 で、すいません、メッセージの部分分かりやすくって言ったけれども、ちょっと、えー、まだ分かりにくいと思うんで、もうちょっと分、えー、かりやすく言うと、じゃあ戦争映画、反戦映画、反格映画、戦争映画じゃないですね、反戦映画、反格映画っていう、えー、視点で言うと、戦争ということがなぜいけないのかという話でもあるわけですね。えー、これだけ有能な人物である、えー。これだけいろんなことができる人物である。これだけカリスマの人物である。ということが分、えー、かっている人。 に関してでさえ、こんな人でさえ、そして時代の長寿だったわけですよね。えー、原爆開発っていうもののプロジェクトがなかったら、能力を発揮できなかった人、えー、理論物理学者でリーダーシップがあって、しかし集中力がなくて、いろんなことを同時にやりたいから、えー、一つの論文とかを突き詰めるっていうことは、ブラックホールの、えー、予言ということ以外にはできなかったので、えー、登場人物の科学者ほとんどノーベル賞を取っているんだけども、オッペン範囲も以外は取っていないということが、えー、まあ、広く知られていますけれども、そんな人、 時代の長寿、原爆開発がなければ活躍できなかったという人物でさえ、自分の素手で原爆開発の計画をコントロールすることは、あるタイミングからできなくなるわけですね。まあ、開発のところまでは素手で触れているけれども、投下するかしないかっていうところに関しては、あなた関係ないですっていうふうに言われちゃうわけですね。で、それはなんでかっていうと、戦争という国家をかけたですね、勝敗が決まるダイナミズムっていうものが始まってしまうと、一旦そのダイナミズムが駆動してしまうと、それを個人が止めるっていうのは、まあ無理だと。それは誰でも無理だと。 だからダメなんだ。だから戦争はダメなんだっていう、えー、理屈がですね、一個こう薄く通ってる気がするんですよね。オペハイマーみたいな中心人物、意思決定の人物。オペハイマーが主導しないと、これは早く進まなかったよねっていうぐらい、めちゃくちゃ機能してる人物ですよね。にもかかわらず、10に関しては何の権限もない。で、 いや、押し進めちゃうっていうことに関して言っても、反ユダヤ、反ナチスのユダヤの、えー、人たち、えーで、ユダヤの優秀な科学者が集まるっていうですね、くしくもっていうことが、ナチスが先に滅びちゃったから原爆やんなくていいのにっていうところも、でも一回動き出しちゃっている、えー、計画だから止まらない。でそれはなんでかっていうと、これは科学者だから、科学史だから、えー、科学の力だからっていうことじゃなくて、これは戦争という国家プロジェクトだから。 勝敗が決まるから、ペイするかしないかっていうことに、えー、国家の存亡がかかっているから、国家の存亡がかかっているという大義,大義名分の名のもとに、えー、みんな基本的には普段より何でもしていいと思っているから、政治家の人たちも官僚の人たちも科学者の人たちも、っていうですね、異常空間になってしまう。戦争というものが始まると。普段はまかり通らない大義名分が、えー、適当な検討のもとに進んでしまうということ。その空気の異常性っていうものは、 すごくリアルに、戦列に滑車されている、映、えー、し取られているというふうに思いますので、戦争映画、半角映画、科学映画としての、まあリアリティというか、細かさ、複雑さ、うん、まあ具体性、みたいなものがすごいとは、えー、それは第一級、超一級品だというふうには言えないとは思うんですけれども、でも戦争という空気、 が、なぜいけないのか。戦争という空気が一旦動き出してしまうとどのように怖いのか。ということを、戦地そのものを描かずにこれだけ描いたっていう作品は僕はすごく稽古だなと思いまして。いやいやいや、戦争の惨状が良くないっていうのはそれは当たり前なんだよと。で、それはいろんな映画でやってますよ。それはもうプライベートライアンとかもう何でも見てくださいよと。いう話。で、それよりもっと手前。戦争の現場の惨劇がひどいわけ。っていうのは、それは戦争がやってはいけないという理由の、ま、一つかもしれないけれども、だとするなら、それは、 戦争についての意思決定をする、まあ、権力の側の人たちからすると、自分たちはそこに行かないから関係ないよねみたいな暴論をですね、心の中に誘発してしまう可能性もある話なわけですよ。いやいや、そうじゃないんだと。お前たちですら、実際に自分たちで具体的に素手で意思決定できてないからね。 戦争というダイナミズムに巻き込まれて、えー、自分たちではしたくない意識って、しかもよくわかっていない意識ってトルーマンなんか完全にそうですよね。そういうふうに描かれています。えー、で、まあ、あのー、マットデイモンがやっていたですね、えー、人物、すいません、名前どう忘れしてしまいました。とかも、えー、完全にそうですよね。戦争という、えー、ダイナミズムに巻き込まれた結果、 自分本来の意思だと思っているけれども、そうじゃないでしょみたいなことをする状況になっちゃっているという、この空気の映し取り方っていうのが僕はこのオッペンハイマという作品の実は一番すごいところなんじゃないかなと思います。だから戦争はダメなんだと。いうことは、3時間、そんなに一人一人の人物とか科学的なこととか細かく分かんなくても、え、これなんか思い通りになってないよねみたいなえことに関しての怖さっていうのはえ、すごく感じられるような構造であり作品であるなというふうには僕はすごく思ったんですよね。うん。で、 で、オッペンハイマーを主人公にしているという話。で、えー、これは、すごく歴史改変の話にもつながってくるんですけれども、そのオッペンハイマーを中心にして描いているがゆえに、描いていないこととか、ちょっとねじ曲げていることっていうのが、まあ、いっぱいあるわけですよね。で、それをある種、えー、ある程度、えー、寄り添ってですね、好意的に評価するんであれば、オッペンハイマーが、まあ、見ているもの。 とかを整理して、オペアハイマーの感情にぐーっと寄せることによって、前半はオペアハイマーのやりたいように人生がなんとなくうまくいっている。え、で、原爆開発というとですね、まあ、ある種の夢のプロジェクトみたいな、まあ、悪夢のプロジェクトだということに途中で気づくわけですけれども、ある種の夢に向かって突き進んでいくことの科学者としての達成感、フロンティア精神みたいな、え、ものと、裏腹にですね、その後に彼が裁かれることっていうのは、ストローズによって裁かれることっていうのは、原爆開発そのものの是非に関しては、関係ないんですよね。 これソ連と繋がってましたかっていうことを突き詰められるだけで、でそれは繋がってないでしょっていうふうに言い張っているだけ。まあ、史実としては完全にどうかっていうのはわからない部分なんですけれども、これ原爆に関しての、是非、 え、開発するべきだったのかどうか、え、1はもちろんすべきじゃなかったけれども、開発したことに自分の責任があるのかないのかっていうことを、我々からすると特にですね、え、悩みとしては持ってほしいよと思うんだけれども、悩みとして彼がそれを持てる時間すらこの映画の中にはほとんど与えられてないわけですね。なぜかというと、関係ない話で球断されてしまう時間がほとんどだから。で、それは、 かなりのねじれとして、不快感として、この映画を見た人の心の中にはかなり強く残りますよね。えー、それも意図なんじゃないかなっていうことで言うと、その反省の部分が主体反省をさせてもらえない、えー、主体反省と関係のないことで球断されることの苦しさっていうことを描くには、その振りとして、えー、の、えっ、ー、と、オッペンハイマーの視点に、まあ、ノーランって言っちゃいましたけど、ノーランとオッペンハイマーは完全に重ね合わされてると僕は繰り返し思ってますし、言ってるんですけれども、オッペンハイマーの 視点に絞るということは、その振りとして大事なんじゃないかなというふうに、そっちがあった方が、そこはオッペンハイマーの主観に結構フォーカスされていた方が、その後、死体反省をうまくさせてもらえない状況、変なことに巻き込まれていく、まあ赤狩りそのものではないんだけれども、赤狩りの風潮に乗っかったストローズの策略に乗せられていくということに関しての不本意さっていうのも、まあそれも戦争が生んだですね、変な権力構造と変な空気の余波なわけですよね。っていうこと、 もう前半、オッペンハイマーに集中しているっていうことがあるからこそ、えー、後半の不甲斐なさというか、二益らなさみたいなものにつながってくるんじゃないかなというふうに思うわけですね。好意的に解釈するとですよ。はい。で、まあ、非常にこう象徴っていうものがこう、バーッと散りばめられていまして、それはもうキリがないです。 で、それをこう詰め込むつ、え、散りばめるっていうことで言うと3時間必要だったのかなという気にもなりますし、でもやっぱり後半やっぱダラダラしてたなと、とも思うわけですね。えー、なので3時間という長さが適切だったのかっていうことに関しては、えー、この映画がどんどんですね、えー、風雪に耐えながらですね、え、評価が固まってくる部分なのかなとは思うんですけれども、長かったっていう評価に後々なると僕は思いますけれども、まあ、序盤がやっぱ、アイテムがすごく詰め込まれていて面白いですよね。で、例えば、毒リンゴ。 青リンゴに毒を刺すというモチーフに関しても、これも本当にいろんなことが言われていますし、基本的にはどんな解釈も僕はこの青リンゴというものに関しては開かれていると思っているし、序盤のかなりキャッチーな形で出てきますよね。なんなら最初の1時間ぐらいで一番楽しいシーンと言ってもいいぐらいスリリングなサスペンスのシーンですよね。自分を叱ってくるですね、自分が実験が苦手なオッペンハイマーがですね、お前は実験ダメだと。で、まあ、で眠れなくなっているという状況もあるし、もともと実験物理学っていうのが本当に苦手だからこそ、あそこに来ていたニールス・ボアという。 えー、人、ケネス・ブラナーが演じているですね、えー、心の師匠みたいな感じになっていって、原爆開発も、えー、止めるようにですね、圧力をかけてくれるんだけど、その人の言うことを聞かなかったというですね、えー、後々も、えー、彼に影響されたりされなかったりっていうね、えー、人物なわけですけれども、ニュースボアに、お前は理論物理学の方がいいよと、えー、言ってもらえる非常にターニングポイントになるシーンですけれども、あそこでの、 ま、そのアダムの、アダムとイブのね、え、リンゴみたいな、え、知恵の実とか誘惑の象徴みたいな、え、ものとしても捉えられますし、え、まあ、あとはですね、ま、原爆そのものの象徴ですよね。原爆みたいな感じで、え、人を傷つけようとしていたんだけれども、自分でキャッチして、え、自分で素手で触って、え、それを捨てることができた特リンゴに対して、原爆の時はできなかったというですね、対比のようにも見える。これが僕は、え、見た時にしっくり持った印象ですかね。うん。え、みたいな解釈も、え、できますよね。 で、まあ、ニールス・ボアは,、えー、はその後、えー、止めてくれたりするわけですけれども、やっぱりそれに、えー、影響を、えー、受け、受けたいんだけど、受けられなかったみたいな、こう、戦時の、えー、さっきからずっと言っている、緊迫した状況、個人の、えー、力ではどうにもできない戦争における国家のダイナミズムっていうことに巻き込まれていく。えー、その前の、えー、好きな科学をやっているだけという段階においては、えー、青リンゴ、毒リンゴを自分で素手で触って捨てることができたけれども、戦時という状況、しかも原爆開発という国家プロジェクトの状況においては、もう、原爆が自分の素手で触って、 途中で捨てるものではできなくなっていたと、えー、ではなくなっていたという風に、えー、対比的に解釈できるのかなという風に僕は思っていますけれどもこれも結構面白いですよねで、まあ、あとは雨粒がですね降り注ぐ、えー、核兵器のイメージであるとかまあ、あとはその量子空間というかですね、えー、核融合 が、え、連鎖していくことの、え、頭の中でのパーっていうイメージであるとか、ま、あとはですね、こう、ドドドドドドってこう、足でね、地面を、ま、床を踏み鳴らす音っていうのが、え、ずっと爆音とオーバーラップしながら強音のように聞こえているっていうところがありましたけれども、ま、雨粒の、え、ドドドドドドってこう、どんどんですね、え、もうまばらに、え、ひっきりなしにですね、え、打ちつけるような、え、感じっていうのののイメージっていうのも重なり合わさっていますけれども、そこは、ま、なんか意味が、 完全に重なっているっていうよりかは、記号的な繰り返しの感じっていうふうに、ニュアンスとして解釈するとかでもいいのかなというふうには思います。まあ、そういったですね、いろんな象徴が組み合わされている、比喩象徴が組み合わされていて、ここで見えていたものに似ているものがこうでみたいなふうにこう繰り返しですね、フラクタル図形というかですね、構図が繰り返されているっていうようなことも非常に周到にできていまして、これはもう本当に繰り返し見る価値があるなと思える作品の要素ですよね。うん。 で、歴史改編というルール違反という話もしたいんですけれども、これはもうさっき結論をまあ一応言ってしまいましたけれども、まあ、オッペンハイマーの視点に絞るという意味のためにですね、お膳立てのため、演出のために、えー、歴史改編がちょこちょこされている。まあ歴史改編っていうほどの大きな改編ではないところはまあ結構多いんですけれども、例えば、えー、後年ですね、フェルミ賞の受賞のシーンでアーネスト・ローレンスと抱き合っているというところがありますけれども、えー、そのために、ね、ローレンスは死んでるらしいんですよね。で、これは、なんかそのローレンスと、 ちょっとその、まあ、不幸な、えー、キャリアになってしまったというはですね、えー、まあ、部分があるわけですよ。もともとは親友だった人なわけですから、えっ、ー、と、その後にですね、まあ、仲直りできたよ、みたいな感じの要素を入れるっていうのは、やっぱりちょっとこれはノーランはオッペンハイマーを甘やかしすぎなんじゃないかなと僕はちょっと思うんですけれども、まあ、なんかそういった意味で言うと、まあ、なんか史実改変を平気でやるんだなっていう、 ちょっと高顔無知な部分っていうか、ちょっと恥じらいがなさすぎるんじゃないかっていう部分は、ここには僕は結構感じました。えー、歴史改変のポイントで一番感じたのはここかな。うん。 で、あの、狭い部屋で行われている尋問のようなですね、弔問会のところにおいては、え、妻のキティっていうのは同席していなかったらしいというふうに言われてるっぽいです。え、なので、ジン・タトロックと性行為をしているですね、恋人のジン・タトロックと性行為をしている原始をしてしまうっていうことに関しては、それはあり得なかったらしいです。原始そのものがありえないわけじゃなくて、キティはそもそもいなかったはずなので、あれはキティに見せつけるためにキティをあそこにいさせたんじゃないかっていうことで言うと、まあちょっと悪いよね、とも思うわけですね。 で、まあ、キティはかなり非常にこう、ノーランにとっては妻そのものというかですね、え、プロデューサーの仕事をしてくれている、え、妻がいるから、ノーランの仕事のほとんどは成り立っていると言っても過言ではないわけですけれども、え、だからこそ、あなたは反省してるフリーしてるだけなんじゃないのとか、反省してる、え、と言って自分にこう、留意を避けたいだけじゃないのみたいな非常にこう、厳しいことを言いますけれども、え、それは、こう、ノーランがその自分の作品作りにおいて犠牲にしてきた何かっていうものと、それを重ね合わせているのかもしれないし、え、それは、ま、僕は映画作りと、え、原爆開発っていうのは全然違うから、 あちょっととノーランの傲慢なななな部分なんじゃいいかなとも思いますし、えーまあ、ただですね、逆に言えば、オッペンハイマーがいなかったとしても原爆開発は遅れたかもしれないけども誰かがやっていた。えー、それに対して、ノーランの映画っていうのは、ノーランが撮らなかったら別の人が撮るかって言われたらそれは難しいよね。 とも思いますので、ノーランがオッペンハイマーとノーランを明らかに重ねているという部分、これはもういろんな人が、えー、言っていますし、まあいろんな要素として、えー、見られると思いますし、ちょっと、えー、ノーランがオッペンハイマーに肩入れしすぎてるがゆえね、歴史改変をしてるっていうことも、えー、いっぱいありますので、それは否定できないポイントだと思うんですけれども、まあただ、それがオッペンハイマーと自分を並べてるノーランっていうのが傲慢だとか思い上がりだとかっていう批判も結構見かけるんですけど、逆に言えばオッペンハイマーよりノーランの方が 唯一の無理のものを作ってるからすごいんじゃないのっていう気も、まあするわけです。で、これは、オッペンハイマーじゃないや、ノーランに対しての評価によって、人の見方が変わってくるんじゃないかなと思うポイントではありますけれども、それによって視点がですね、客観的な歴史ものではなくて歪んじゃってるっていうことは、これは否定し難い事実かなと思います。で、ピカソの絵がありますね。腕を組んで座る女みたいなタイトルの絵がありますけれども、あそこのタイミングでは、この絵は描かれていないらしいということですね。 えこれはあの僕は後から知って非常にびっくりしたんですけれども、1937年とかに描かれた作品ですね、ピカソの絵をオッペンハイマーが見てるシーンがあります。 ね、美術館みたいなところで見てるシーンがあります。で、オッペンハイマーの、えー、お父さんが美術賞かなんかやってたんだよね。えー、なので、そこの文脈的にも、絵を見てること自体は、まあ自然なのかなとも思いますけれども、えー、で、1936、ね、19年にはもうカリフォルニアで2つの大学の教授になっているタイミングなんですよ。えー、なので、その1年後に描かれた作品を、えー、ヨーロッパにいるっぽい場面で見てるっていうのは僕はおかしいんじゃないかなと思いまして、ここは、えー、史実が歪められているんじゃないかなと思います。ただ、えー、厳密に、あのー、言ってる人が非常に少ないので、あの、自信はないんですけれども、多分そうなんだと思うんですよね。 え、なので、この絵を見てることには非常に意味があるというわけですね。えー、なのか、まあ本当に適当に作ってるかどっちかだと思うんですけれども、オッペンアイマーが少なくとも、この絵を見るのが好きだったとかっていう史実はないはずなんですよ。 で、ここはもう何とでも言えると思うんですけど、どっちかっていうと僕はさっきの、えー、オッペンハイマーとノーランどっちがすごいみたいなことで言うと、ノーランの若干の思い上がりなのかなというのはちょっと、えー、まあ、思い上がりっていうかそのオッペンハイマーに対するサービス精神ですね。がちょっと過剰なのかなと思うポイントではありまして、えー、まぁ、あ、ピカソのちょっとね悲しい感じで死んでしまった愛人がこの絵のモデルなんですけれども、えー、それがジーン・タトロックとオッペンハイマーを重ね合わせて、あ、ジ,ジーン・タトロックと、えー、その人。 え、オッペンハイマーとピカソという感じで重ね合わせてるんじゃないかなっていうことの解釈も見かけたんですが、これは非常にわかりやすいですよね。で、まあ、あとはスペイン内戦、キティの元夫っていうのがスペイン内戦に行っていたっていう話が出てきますけれども、え、そこのつながりのなんか匂わせであるとか、ま、ピカソといえばゲルニカなので、その反戦的なメッセージをこの時点でちょっと吸収していたみたいなことになるけれども、ゲルニカで描くのはさすがに変だろうみたいな、え、ことなのかなみたいな解釈もいろいろ見かけました。で、まあ、あとはキュビズムと量子力学の相似 でまあ、キ,ュキュビズムはその従来の遠近法みたいなものからこう解放されるっていうことですよね。えーまあ この視点から見なきゃいけないっていうことが解放されるっていうことが、ニュートン力学から解放された相対性理論とか量子力学以降の科学観っていうものと、こう、相似なんじゃないかみたいなね。それもちょっとわかりますよね。まあでも僕は全体的には、この時代のなんか新しいもの、科学もそうだし、アートもそうだし、で、例えばストラビンスキーを聴いているとか、エリオットの小説を読んでいるとかっていうことも、なんかちょっと新しいものみたいなものを、全体的にこう、スマッシュブラザーズみたいにしてですね、こう、ジャンプの、正月の ごみたいな感じにしてですね、キャラクター大集合みたいな、えー、風にしてるみたいなぐらいのファッション感覚なのかなと僕は思いました。で、もっと言ってしまうと、えー、アインシュタインが出てくるわけですよね、この映画には。で、アインシュタインとピカソとオッペンハイマーみたいな感じで、えー、こう3つの偉人みたいなんですね、えー。誰でも、世界中誰でもが知ってる20世紀の偉人みたいなアインシュタインとピカソ、えー。っていうものとオッペンハイマーを並べるっていう、オッペンハイマーに対するちょっと過剰接待というかですね、過剰なサービスみたいな感じのファッション感覚なのかなと、えー、僕は若干意地悪に ちょっと思ってしまったかなという、えー、ところではありました。っていうですね、なんかいろんな解釈できるんだけれども、ちょっと甘やかしてないかなっていうところは、まああります。うん。で、まああとはですね、その原爆の10日、えー、の被害、被爆っていうのは爆が2つありますよね。爆発の爆と、えー、さらすっていう意味の爆があります。で、さすっていう方は、えー、放射線の被害、放射能の被害、えー、っていうものに関しての、えー、被害っていうのが、 これはまあ、この劇中では全くほとんど描かれないっていうことに関して結構科学的には批判が集まっている部分はあるんですけれども、しかしですね、オッペンハイマーが生前の間に認識できた被害っていうものに関して言うと、このぐらいがリアルなんじゃないかっていう解釈もありまして、ああ、そこも結構オッペンハイマーの視点にですね、甘やかして絞ってるなという印象であるえ根拠の一つであります。そして、ジョン・フォン・ノイマンというですね、 ノーランがオッペンハイマーについてどのぐらい調べてるのか、まあめちゃくちゃ調べてるはずだとは思うんですけれども、その中において、えー、ジョン・フォン・ノイマンが出てこないっていうのはまあありえないんですよね。 で、原作本にもあんまり出てこないんだよっていう話があるんですけれども、原作本にもあんまり出てこないっていうキャラクターは出てきてるんですよ。なので、えー、原作っていうかですね、原案となった、えー、電気の本があるんですけれども、ちょっとこの部屋にもあるんですけど、どっかに、えー、あるんですけれども、えー、その本に出てこない人物も、オッペアハイマという映画の中には結構でちょこちょこ出てきてるとか、重要な役割を果たしている人っていうのがいるんですよ。えー、なので、原案本にないから、ジョン・フォン・ノイマンというですね、えー、あこの人の説明をすると、えー、原爆についての オッペンハイマーがいなかったとしても原爆の開発計画自体はできたんじゃないか。で、それに対して、ジョン・フォン・ノイマンがいなかったら、原爆の理論そのものが、えできるのがだいぶ遅れたので、ジョン・フォン・ノイマンがいなかったら、えどっちかっていうと原爆はできなかったんじゃないか、このタイミングではっていうね。えー、ことで言うと、原爆の直接の功労者。 のポイントで言うと、ジョン・フォイン・ノーマンの今の方が高いんじゃないかということですね、えー。これはまあ客観的な評価かなと思うんですけども、その人物がなぜか出てこないということに関しても、これはちょっとね、オッペぺイマの視点に絞りすぎなんじゃないかなという、えー、感じもしてですね、かなりこう主観に寄り添うがゆえにですね、結局歪んでる部分っていうのはもちろん多々あるわけですね。うん。で、えー、これはまあ科学的な、えー、科学者としての評価っていうことを、 まあ、オッペハイマーは、科学者としては全然ダメだったんですよ、みたいなことを言う人も、まあ結構いるんですけれども、いや、でもね、あの、原案の本を読むとですね、非常にこう、有能だったっていうことは書かれていますし、ただ、本当に、どちらかというと、え、ジェネラリストだったということですね。え、文系の学問にも興味あったし、政治的なことにも興味があったし、え、科学でもいろんなジャンルに興味があったし、語学にも興味があったし、っていうことで、え、いろんなことに興味がありすぎたがゆえに、一つのことを突き詰めるということが非常に苦手だった人物なので、え、論文を一つ書き上げるみたいなことがあんまりできなくて、学生と一緒に、 ヒントをもらいながら、えー、自分がそれを広げて、えー、世に出す代わりに学生と連名にするみたいな形で出していたそれは結構学生にとっては、えー、学生ありがたいと思うんですよねオッペンハイマー先生オッピー先生の、えー、名前を使わせてもらって自分も有名になれるみたいな感じで、えー、ありがたいことだったと思うんであの指導者としての能力っていうのが非常に高かったっていうことは、えー、本の方でもすごく書かれていますし、ね、あとはねブラックホール の予見、ブラックホールの存在を理論的に予見したっていうことは非常にえ1930年代かなにやっていたっていうのは非常に早かったっていうことで、えそういった功績はもちろんあるんですよ。えなので科学者として全然ダメだったっていう言い方っていうのは僕はちょっとね逆張りすぎるというか、オペンハイムーちょっと厳しすぎるんじゃないかなと、まあ思うんですけれどもえ、しかしですね、僕らがまあ一般的にイメージする科学の偉人みたいなものとは位置づけが違うっていうことですね。持ってる能力がちょっと違ったんじゃないかなっていうことなんですけれども、えだからこそ原爆の開発の中心的なリーダーとして、え指導者の能力が ありすぎる。で、で人望をですね、中途半端に、まあ、中途半端っていうか、人望をですね、極端に獲得することが上手かったわけですね。え、で、学生たちの宗教的な指導者みたいに。 なっていたっていう話が、えー、原作の本の方では、原案の本の方では描かれていまして、そこをね、もっとね、えー、だから言ったら、オッペンハイマーをもっとね、その、カリスマとして異常な人物として描くことはもっと可能なんですよ。原案本にはもっとやばいエピソードっていっぱい出てくるんですよ。なんだけど、そこはちょっとニュートラルに、あんまり変人で、あんまり怖いやつには見せないように、そこを削いでるっていうところも結構ありますね。 で、女性の学生、女子学生とデートして、えー、帰りにですね、車の中でその女子学生が寝ちゃって、で、ちょっと歩いて帰るわ、みたいなことを窓の外から言って、で、その返事が聞こえなかったのに歩いて帰っちゃって、えー、要は車の中にですね、えー、女子学生を置き去りにしたまま、えー、夜、 置いてったみたいな話がありまして、それが新聞で確かニュースになっちゃったんですよね。えー、みたいなこととかもあったりして、そういうですね、ほんと奇妙なエピソードがある、超変人だし、ちょっとやばいやつ、えー、に見せることっていうのは、いくらでも可能ですね。この映画の中で、オッピーをよりヤバいやつに見せることは結構可能なんですけど、弱い部分っていうのは描いている一方で、うん、本当に意味わかんない行動思考 とか、虚言癖みたいなものとかも結構あるんですけど、みたいなものに関してはあんまり描いてない。一番やばいのがリンゴのシーンと、まあ、あと女性関係のところですかね。で,でも女性関係のところもちょっとね、あのー、オミットされてる部分があるんですよ。もっと人数いるし、もっとですね、他の科学者の、えー、恋人とか、えー、まあ、愛人とか妻みたいな人とかを寝取るみたいなことの常習犯だったみたいなことも結構書かれていて、まあ、なんか多くの女性を喜ばせることに興味があったみたいな、結構やばいことをですね、えー、まあ、なんか弟への手紙かなんかで書いてあるのかな結構公言したものが残っているっていう。 まあ、抗原っていうか、えー、記録に残したものが残っている。で、それも、なんか、格好つけの発言っていうか、中二的な発言なのかなっていう、まあ、気もするから、何とも言えないんですけれども、まあ、よりヤバいやつに描くことっていうのは全然できるんだけど、それをやってないっていうところも、まあ、ちょっとあるわけですね。なので、原案本を読むとですね、非常にこう、ノーランが、どの部分をオッペンハイマーとして表現して、どの部分を隠したのかっていうことも非常に、まあ、よくわかるわけですけれども、 うん、なんか甘やかしと、えー、攻め、攻めくっていうことを、攻めくは構造の部分でやっていて、甘やかしは、えー、個々の場面のチョイスでやってるっていう印象ですね。はい。で、まあ、バランスはなんとか取ろうとしてるんだけれども、ちょっと肩入れしちゃってるなっていうのが、えー、その中身の部分ですね。で、その外枠の部分では攻めようと頑張ってる。えー、甘やかしすぎないように縦付けの部分を頑張ったっていうような印象かな。うん。 で、えー、まあいろんなですね、その文芸別冊の方にも書いた、えー、文章とも通じるんですけれども、そこで僕は一応ですね、えー、公式のノーラン本というかですね、まあノーラン特集、まあ公式ではないか。えー、だけど、まあ一応ちゃんとしたノーラン特集なので、えー、ノーラン特集の一冊の本の中において、ノーランを否定するっていうのはちょっとね、あの、ノリが合わないわけですよ。 一応ノーランは素晴らしい映画作家だよねっていう前提においてそれをどう分析するかっていうトーンの本なので、え明確には否定して、批判していないんですけれども、なんか読む人が読めばわかるように暗に批判しています。今回ミスってる部分あるんじゃないのっていうことは暗に批判しています。で、それは自分で作ったルールに自分で違反しちゃってんじゃないのそこに弱さが出てるんじゃないので、それがアメリカ人から見た。 戦争についてめちゃくちゃ考えているはずの、めちゃくちゃ反省したはずのオッペンハイマー。そしてその人をめちゃくちゃ研究したはずのノーラン。でさえ、そこのルール違反はしちゃうんだ。っていう、結局、想像力の限界があるんじゃないのっていう話をしています。で、それは、ま、映画を見た後、そしていろんな人の反応を見た後も、 自分の中では揺らぐところがない、むしろ強くなっている部分がありまして、ここは僕は非常に、えー、このオッペンハイマーという映画において、僕が一番強く言いたい論点ではあるんですけれども、まあ、独自のスポーツというか、独自のルールを作っちゃう人なわけですよね。常習犯ですよね、ノーランっていうのは。えー、テネットとか、インターステラーとか、えー、インセプションとかもう散々やってますよね。えー、そもそも僕はメメントの時系列のシャッフルでさえめっちゃ恣意的だし、 意味わかんないなって正直思っています。で、これはもう過去の、えー、いろんなノーラン映画をですね、ばーっと、えー、勝手に感想を言ってる動画があるので、遡ってみてほしいんですけれども、えー、僕は勝手な人だなと思ってます。ただ、その勝手なスポーツの新しいスポーツをやりますって言って、ルールブックを配って来られるのはいいです。 で、それに乗った人が乗れるっていうのはいいと思います。ただ、そのルールを自分で破っちゃってんじゃないのっていうのが、えー、珍しくあったなというところです。で、それはルールが整備されていないからほころびがあるっていうことじゃなくて、明確なルールがあるのにそれを破っちゃってるところが今回あるなと思うんですよね。で、それは視点についての話です。えー、オッペンハイマーが見えているものに関して、見たものに関して、経験したものに関して描くという、えー、ルールが、オッペンハイマーのパートではありますよね。で、ストローズのパートではそれは徹底的に守られています。えー、ストローズのパートとオッペンハイマーのパートっていう、それぞれの視点のパートによって、半分に、 え、描かれていて、白黒の部分とカラーの部分っていうのがシャッフルしていくという構成になっているのはまあ大前提で喋りますね。で、ストローズの部分ではルールは完璧に守られています。ただ、オッペンハイマーの部分でそれが守られていないところがあると。で、まあ、量子空間みたいなものの、こう、物理学的なね。 ビジョン、イメージっていうのを描けるっていうことに関しては、すごいもう特殊能力レベル。えー、で、あれですらアナログで撮影してる様子っていうのがメイキングだと見られて非常に面白いんですけど、あの、ベッドに寝そべりながら、ぐるぐるぐるってこう、螺旋状のですね、えー、蛍光灯みたいなものが、バーって頭の、えー、目の前に浮かぶところがありましたけれども、あれ CG じゃなくて、実際にああいうのを作ってぐるぐるって回してるんですよね。っていうのが、えー、メイキングだと見れるので、面白いんで、やって、あの、見てみてください。結構アナログで作ってるんですよ、実際にね。CG でやればいいじゃんっていう話なんですけど、えー、そこはノーランのこだわりと。で、そういうビジョンを、 めっちゃ見られちゃう人っていう特殊能力は表現として出てきます。それはいいでしょう。で、いろんなものが見えてしまうということの描写の一つとして、ジーン・タトロックという恋人が亡くなってしまったことの理由を2パターンイメージできるんですよね。 えー、自分で死んだのかっていうことと、殺されたのかっていう二つのイメージだったと思うんですけれども、えー、二パターンイメージできてしまうということに関しても、いろんな可能性を考慮できるという、まあドクターストレンジみたいな感じの人物として描かれているわけですね。まあ、ちょっと違うか。ドクターストレンジとはちょっと違いますけれども、えー、まあ、想像力を働かせれば、過去のことの見えていなかったことにも働かせられるということは示されているわけですよ。にもかかわらず、被爆の様子っていうのは、お客さんの前、聴衆の前で喋っている時の、グワーっていう、 ピンボケでしか見えてないんですよね。ピンボケかいっていう。ええ愛していたけれども自分が雑に扱ってしまった女性の死に関しては2パターンイメージできたのに、え自分が大量の人を殺してしまったと思っている時にはピンボケなんだ。これはずるくないですかっていうのはちょっと思うんですよね。で、ドロドロに溶けているケロイド化した状態とかのプロセスは想像できないわけです。ぼやけちゃってるわけです。 で、最終的に炭になってしまった。えー、グロテスクさで言うと、現実味があんまり湧かない、えー、部分、踏み抜けてしまうぐらいの軽くなってしまった死体、しかイメージできないわけです。えっていう。これが限界なのかなっていう感じですよね。えー、これが本当の現実の、本当にめっちゃ頑張って調べたアメリカ人の想像の限界を示しているんだとすれば、その限界を示す資料として、このオッペンハイマーという映画は価値があるなと思うんですけれども、にしても、え その、え、ストローズに関しては徹底的に守られているルールが、オッペンハイマーに関してはルールブレブレですけどね。っていう視点のルールのぐちゃぐちゃさ。で、これは、どっちかだけ、ストローズの映画。 オッペハマの映画、どっちかだけだったらいいんですよ。ただ、視点を区切るということを意識的にやっている構造であるっていうのが最初に示される。で、観客がそれに乗っ取って見る。えー、それに乗っ取って作っている。視点というルールが非常に大事なものとして。えー、なんなら視点というものが映画の楽しみ方の一つのルールとして、えー、明確に提示されている作品において、視点という場面において、えー、土俵において、なんか肩入れしちゃったりとか。 え、甘やかしちゃったりするルール違反っていうのは、これはちょっとね、もうちょっと批判されていい部分だと思うんですよね。で、もっと言う、これは何回も言ってますけれども、もっと言うとですね、え、実際に三撃をスライドでパーッと見させられるところがありますよね。あそこで、チラ見したのにわって隠れちゃうところ。いいんですよ。目をそらすのはしょうがない。で、それは実際にそうだったのかもしれない。しかし、そこは、チラッと映った、目に映った視界の部分のスライドは映さなきゃダメなんじゃないの一瞬でも。グロテスクなものとして消費されないスピードで。 一瞬でもいいから、ブワーって黒焦げの人たちとか、ドロドロに溶けた人たちとかの惨状がおびただしい数いるとか、えー、一瞬にして、あの、廃墟になってしまった、えー、街であるとか、ブワーって一瞬でも映さなきゃダメなんじゃないのそれを映さなかったっていうことに関して言うと、この映画の中におけるオッペンハイマーの想像力の限界っていうこと以上に、ノーランは実際にカメラを逃がしてますよね。っていうことで言うと、さっき言ったことのルール違反。 想像力の限界ということの記録、資料として有効であるっていうこと以上にダメなことをしてるんじゃないかなとも思うわけですね。っていうのは明らかに、まあ、ここまで。 ノーランがどのぐらいオッペンハイマーに肩入れしてきたのか、どのぐらい攻める気があるのか、ということをいろいろ検討してきましたけれども、今のところ僕の結論としてはこの要素っていうのがどうしても見過ごせない。あのシーン僕はすごく変だと思いました。で、今のところ4回ぐらい見ましたけれども、相変わらず変だと思います。あそこだけオッペンハイマーの視点じゃないんだもん。他の部分はオッペンハイマーの視点がものすごく描かれる。過剰に必要ないぐらい描かれるのに、あそこだけオッペンハイマーの視点じゃないんだもん。なんで っていうことに関しては、ノーランの限界だな、というふうにも思うわけです。というようなところが、今のところ、え2020年4月中旬時点での僕のオッペンハイマーという映画に関しての、ノーランの甘いところ出ちゃったな、オッペンハイマーについて、感情移入するがあまり、という部分でもあるし、でもノーランで、そのぐらいの明らかな自分ルール、プラスそれのほころびっていうものを今まで見たことが僕はなかったから、ノーランが人間的に、 ちょっと裸になったんじゃないか。オッペンハイマーのように、キリアン・マーフィーのように。っていうことで言うと、あながちあの、濡れ場のシーンもですね、セクシャルなことで女性をですね、フロレンス・ピューを消費しているというふうに、もうばかりも思えないというのが正直なところなんですよね。だからあの、セックスのシーンというのは僕は大事だともちょっと思ってしまうわけです。そのぐらい、ノーランの裸がちょっと見えたな。っていうことで、僕は文芸別冊の方においては、ノーランの人間宣言というタイトルで、文章を書かせていただきました。 はい、えー。という感じで、まあ本当にいろんなね、話せば話すほどいろんな話ができてしまうんですけれども、とりあえずですね、えー、この本、えー、まあ雑版の、雑巾版まだ僕手に入ってないんですけど、まだ送られてきてないと思うんですけど、これ情報前のやつで、これもう売られてないやつですけれども、これの、えー、新しいバージョンですね。 え、が、え、て、まだ買えますので、よかったらこれを買っていただいて、え、僕のオッペンハイマー賞を読んでいただきたいっていうのと、え、まあ、この動画いつのタイミングでみんなが見てるかわかんないですけれども、平野圭一郎さんとのトークショーも、え、よかったら来ていただきたいなと思います。それはもう、あの、記録とかは残らないので、多分、あの、来ないとわかんないと思います、内容は。え、でもこういった論を僕は持っていて、それを平野さんにぶつけてみるっていう感じになると思います。平野圭一郎さん、僕は、え、中川賞のもちろん日食読んでいますし、その後も結界とかですね、え、街での終わりにとか、え、いろいろ読んでいますし、その都度都度結 影響を受けけていますけれども何より文人主義というですね、平野さんが最近提示されていて、ご自身の言葉でも書かれていて、小説の中でも繰り返しテーマにしている文人主義というテーマに関しては、もう僕は平野さんが言うと言わないとにもかかわらず、言うとにかかわらず、当たり前じゃんと思っていたぐらいすごく納得のできることで、あ、文人主義って言わなきゃわかんないんだ。言わなきゃみんな、 そうかってなるぐらい、当たり前なことじゃないんだっていうことに驚愕したぐらい、文人主義って僕超当たり前なことだと思っているので、その部分非常にこうシンパシーのある、大好きな作家さんの一人であります。現代の作家で、10位に好きな人をあげろって言われたら平野圭一郎絶対入ると思うぐらい、好きな作家さんで、今回初対面なんですけども喋らせていただきます。そして、JF で始まったばかりの大シネマパラダイス、大島がやる大シネマパラダイスというですね、一本の映画とそれにまつわる過去作をえまとめて喋るというですね、一発撮り一人喋り、で、原稿ほぼなしという感じでえ喋っている音声。 がありますけれどもえそちらの方でもなんかね日本のポッドキャストで全体で4位になってるらしいです今の方でもあのオッペンハイマーとプレステージについて喋っているものがありますのでよかったら概要欄にちょっとまとめておきますのでこれプラスこの動画聞いたけど引き続き詳しく聞きたいよという方はよかったら飛んでみてください以上おしまいでしたありがとうございました今回ちょっと無編集で上げると思うんですけれどもちょこちょこ編集し直したりとかですね間違いに気づいたら訂正したり概要欄でしたりすると思いますあの一発撮りで原稿なしでパーッと喋りましたのでちょっと間違いとかはある かもしれないいんですけどもご了承ください、えー、皆さん、ここに関しては私の方が知ってるぞとか、えー、ここをどう思いますかみたいなこととか、いろいろ。えー、ちょっと、オペアハマンハマに関すること、ノーランに関することであれば、この僕が今回の動画の中で話したトピックそのものに関係ないことでもよかったら書き込んでください。コメントお待ちしております。ありがとうございました。